ショータイム、ネトヘの友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、こちらカーシー博士のセルフヘルプ術。前の動画で4つの気質、SP、SJ、NT、NF の自分がどんな時に不快になるかとか、職場でどんな褒め方をするとみたいな話をしてきたんですけども、まあ我々のこの動画、見てくださっている方が基本的になんかその私らと同年代の方が一番ボリュームゾーンなのかなっていう、っていうことはもうある程度そのマネジメントする側かなと思い、ここにですね、上司としての気質、要は4つの気質によるマネージメントのスタイルの違いっていうのがありますよと、長所、欠点、その彼らが協調する点、同僚との付き合い方とかっていうのを探っていきましょうっていうところでございます。で、今回は SP 型 SP というのはディオニソスですね、酒の神バッカス、行動がすべてっていう大胆なタイプ、その方々が上司の時、 SP 型の上司っていうのはどんなスタイルなのでしょうというところでございます。 SP 型の上司、問題解決型だが安定すると鈍るとあります。生まれつきの調整役ですと、 SP 型のリーダーは交渉事を容易に行うことができ、すべてのタイプの中で最も現実的だ。このタイプは生まれつき物事を調整することに優れており、トラブルの解決や外交官のような肩書きがぴったりである。物事を鎮める、混乱を収拾する、危機に対応する、そういう時はもう他のタイプではかなり努力を要することにも彼らはもう手腕を発揮すると。 SP 型のマネジメントスタイルは注目に値する。このタイプは問題を解決するために必要なことはどんなことでも行う。現実主義なので過去や未来へのつながりよりも今が大事なのだと。なんでそのしがらみとかもどうでもいい、壊してしまえ、でできる人、羨ましいが出てくる、また発動するんですけど、でトラブルシューターですよと。例えば大企業が特許や税金対策などの目的で赤字の会社を買収する際にこのタイプの才能が発揮されると。このタイプにはその何でも自由に行使できる権限を与えると、もう簡単に比較的短期的に問題をクリア、要は全部権限を与えてあげるっていうのが大事です。好きなようにやっていいよ、任せると、とても上手にやるタイプですと。でまたこのタイプのリーダーは人々を自分に協力させて、また互いに協力させる、要は何か大きなものに立ち向かうときに彼らに任せると人を味方にして、また周りも協力させるっていうのをとてもうまいと。このリーダーの確信と何も恐れずに突進あるのみっていう態度を見て、周りはこの決断力と方針を信頼する。で万一このリーダーが自己不信に実は陥っていても周りには悟られないっていう力がありますと。で彼らは確固とした現実主義で現状を見極めると。この自信は一つには現実をはっきりと認識できる能力を持っていることから生ずる。 SP 型は確固とした現実主義者であると。それに比べると他のタイプはある状況に対してこの眼鏡を幾重にもかけているような状態に入ってしまうと。例えば政治的にとか伝統がとか規則とか、いや神聖なものがとか命令がとか、過去に起こったからまた起こるに違いないっていう信念のレンズであると。他のタイプはこれらを通してその状況をフィルターにかけるので、何が急務で
今はここで何が正しいのかっていうのがぼんやりしか見えない。 SP 型は違うと。全部ない。 SP 型はそんな眼鏡をかけない。森の中で迷子になる子供ではなく、森の中の狼のように鋭い嗅覚でチャンスを探しながら状況に踏み込んでいく。規則や方針、伝統、契約、古い人間関係などを背負い込むことはしない。彼らのような交渉の達人にとってはあらゆるもの、あらゆる人が交渉可能だと。で、現実に即した交渉に優れた才能を持っていますと。この交渉の達人が争いを妥協させようとしてある状況に介入するとき、どちらの側でも妥協の余地なしという考え方はしないと。普通妥協しようとする人は自分の持ち札や妥協できないことなどは表に出さずに会議の席に挑み、得られるものと引き換えに多少のものは放棄する覚悟をしている。しかしこの交渉の達人は全く違うやり方をすると。振り出しに戻って引き出しの中を覗き込み、こう言うだろう。ここにある黄金のすべてを見せてください。それをすべて上に乗せてから交渉しましょう。オープンにしましょう。この並外れた現実的な感覚のために周囲の人すべてに対して優位に立つことができる。 SP 型にかかると他の人は交渉ごとは皆素人になってしまう。またこの問題の解決にあたってもこの達人を前にすると周りは素人だと。例えば戦いにおける上陸指揮官を例にとってみよう。この指揮官は島など陸地を攻撃するために海から乗り込んできた戦闘団のリーダーである。今彼の部下や物資はすべて浜にある。リーダーにはどんなものでも海に押し返す絶対的権限があり、この命令には誰も一言も言葉を挟むことができない。まあプライベートライアンのノルマンディ上陸作戦を想像しましょうと。見てないプライベートライアン。ああなるほど。あの要はドイツ軍がもう銃を持って待ってるんですよ、陸地で。そこに船で行って歩兵は走っていくんですね。そんな状況、リーダーの目標は一つ、部下たちを浜から上陸させること。今ここで何をするべきかっていう厳密な認識を持って何を捨てるかを決断しなければならないという状況ですと。したがって伝統や戦闘のルールに縛られている SJ タイプや未来や失敗の重みを知っている NT タイプや浜にいる兵隊の命や死の意味を知っている NF タイプっていうのは上陸しろって言えないんですよ。相手にも命があるとか、そう、味方が死んじゃうじゃんとか、僕の場合はいや、その戦い方は適してないんだよっていうことを考えたりとかっていう時に SP 型は違うと。いえ、死ねって言える。でここではどんな考慮も捨てても構わない。要は飛び込むことが正解だったら飛び込めって言える。でそれが生存するためにはとか目標を確実に成し遂げるためにっていうのが SP 型はできる人たちです。目標のためにはここはもう行くしかないっていうのに大した努力はいらない。まあ他の人もできないとは言ってない。できないとは言ってないけどですよ、はい、ナチュラルボーンで言える。だから多分伝統があっていう人は、はい、これをやると今までこんなことやったことないのに後で上司に怒られるかもしれない、上官に怒られるかもしれない、まさしくとか、はい、こう家族が待ってるとか、 そんなことはもう、はい、考えずに行け、もうここは行くしかない、はい、行かないと負けるんだって話ですよね。そうですね。で、状況に応じてケリをつけるのがうまいとあります。なんでその戦争時だけに活躍するわけではないと。例えば長い間問題に悩まされている高校がありますと。この高校はどんな校長が来ても長続きすることがなかった。赴任してくるたびに
ここの教職員たちがこの校長を葬ってしまうと。教職員たちは常に2派に分かれて争っているが、そのどちらもこの校長を除外するやり方は心得ているような状況。ますます悪くなって教師たちは争っている。で、親たちが立ち上がって、教育委員会が立ち上がり、監査役を一人送り込むことにした。すると、わずか3ヶ月で長い構想は終わり、この高校はまとまった。言うまでもなく、そこに送り込まれたのは SP 型だと。このタイプは人々をその場でまとめ上げ、互いに協力させることを可能にする見事な手腕を持っている。たとえ違うタイプの教職員が相手だったとしても、このタイプはうまくやってのけるだろうと。このタイプは非常に現実的で、過去のことは水に流し、状況に応じてその時の流れを見ることができるっていう力を持っていますと。なんかかっこいいですね。いや、お前ら持ってる引き出し出せですよね、多分。あ、全部言いたいこと言えと。言いたいこと言えと。で、その上でこう、あ、まあそれ無駄だよねみたいなのをこう。グーの根も出ないやつですね。で、理念や思想には関心の薄い行動の人とあります。なんで SP 型の管理職は目標宣言、思想表明などは好きではない。あ、多分それは今だからですかね。無用の長物だと考えていると。柔軟性があって、自分自身や他人に期待することに対して柔軟でいられる。要は P、 認知の部分、要は可能性の部分ですね。で、宣言しても変わるかもしれない。あ、そうですよね。で、偏見を持たず立場を変えることも簡単にできる。そして危険を犯したり、運試しをしたり、危険な状況での問題解決をすることが好き。で、その傾いた会社を立て直すとか、あの赤字状態から救うっていうのにとても向いている。むしろ望むところだみたいな。なので、落ち着きがありすぎると逆に問題を起こすっていう面がありますよと。しかし、この交渉と問題解決の達人が、例えばすでに問題が解決された学校や工場や会社にとどまって、組織をじゃあ強化しようみたいな、もううまくいってるよっていうところを強化しようとすると、例えばこの自分の好みに合った活動を探して、なんか後で解決できるような問題をわざと作り上げようとするとか、この問題解決の達人を問題解決のためでなく、組織を安定させるために働かせると、そのようなことをしだしたり。なんで、この人私は安穏な喜びを見つけることができないと。平常時だと自分が給料を稼いでる気がしない、仕事をするだけの意味を見出せない、退屈してしまうっていう側面があります。この人たちをそういった場には置かない方がいいとあります。安定させるためによりも、だったら問題があるところに送った方が、問題あるところに送って好きなようにやっていいよ、任したってやらせるのがいいと。なんで、そのリーダーとしてのこの人たちの長所としては、このタイプはあらゆる意味で実際的、具体的な問題をテキパキ処理する能力があって、組織の様子を観察して問題欠陥を見つけ、修正点をすぐに思いつく。またどんな新しい状況にもすぐに適応できる。このタイプがいれば変更も簡単。また周囲の状況について鋭い観察力を持っているので、どのタイプよりも組織のことを把握している。で、このリーダーの下では物事は常に無駄なく進む。組織と戦うようなことはせずに、組織内にある利用可能なものを使って問題を解決するからだと。ただ、変えられない物事に心を悩ませるような無駄なエネルギーも使わない。で、リーダーとして考えられる決定としては、理屈にこだわることが嫌い、抽象的なことには我慢できない、自分が知らないことは好きではない、で、自分以外の他の人が進める変革には否定的な反応をするっていう側面があります。現実をひたすら走っているので、過去に約束したことや決定したことを思い出せないことがある。過ぎ去った昨日はすぐに忘れられ、何より先立つのは目下の要求であると。そのために SP 型のリーダーは同僚や部下から予測できない行動を起こす人と見られることがあるとあります。で、同僚の付き合い方のポイントとしては、
SP 型の同僚は辛抱強く適応力があるので一緒に働きやすい。自分や他人の失敗を心配することもなく危険なことも行えるし、他人にも同様にするように推奨すると、奨励すると。で、上司からの命令は喜んで受ける、はいはいって受けるけど指示に従うとは限らない。これ前もやりましたね。で、物事はあるがままに受け入れて、ああなったかもしれない、こうなったかもしれないっていう、まあ、本当に過去のことには興味がない人たちですと。で、チームへの貢献度としては、 SP 型のリーダーはチームが行動を起こすように巧みに激励することができると。このリーダーの周りでは常にいろんなことが起こる。口頭で計画を述べたり決定することに長けているが、文書制作は得意ではない。組織内での問題を小さいうちに見つけ、それが見落とされて大きな問題に発展することを防ぐことができる。 SP 型がいれば作業の問題点をいち早く発見できて問題を解決するっていうのができますよ。なので、この人たちには欠点を補う支援スタッフがいればいいですねと。 SP 型はの周りには仕事の約束を思い出させたり、 SP 型があまり得意ではない仕事の長期プランとか計画を立てて、それを SP 型にどう解決させるかっていうのを解決させたりっていうやり方がうまくいく流れですと。また将来のためにプロジェクトの流れをつかんで、その筆記してくれるようなスタッフがいるといいですねとも書いてありますと。という SP 型の上司としての気質、いかがでしたでしょうか。なんか死ねって言えるのは強いなと思いました。しょうがない、ここ行かないと負ける、行け、はい、そうですよね。あとで上司に怒られるとかするかし、まあ今行かないとどうせ死ぬよっていうことですもんね、はい、その辺が多分素早く決断できる、はい、一瞬思い浮かんで悩んだりする暇をなく行けって。そうですね、時間の無駄ですね。時間の無駄、はい、でその時間の無駄で僕たちやられたりするんですよね。はい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 、あ、SJ と NF、 SJ と NF、 はい、っていうところで、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。